びだ。時間ぴったりだ。さすがですね、キリュウさん。ようこそブリーチジャパンへ。よく言う。この場所がお前の隠れ蓑でしかないとはいえ、殺風景が過ぎるんじゃないか。わざわざここの実態を調べに来るやつなんていやしません。それにパレカナとのビジネスが長期的に続くとは鼻から考えちゃいませんから。何？もうご存知でしょう。ネレ島での核廃棄物処理は実際のところただの不法投棄です。穴のキャパは遠からずいっぱいになるし、海洋汚染も始まるでしょう。そうなればいかに各国の上層部を抑えていようが、ことの露見は避けられない。ブライスがどう考えていたかは知りませんが、あなた方が命がけでネレ島の真相を暴こうが暴くまいが、計画の失敗は規定路線だったんですよ。ふん、強がりのつもりなら、なんであんたはこんな真似を。俺の野望は最初から破綻しているんでね。エビナ、沢城はどこだ？ここにいるじゃないですか。沢城、エビナ、てめえ何をそんなに怒ってるんです？この男はこういうことを他人にやってきた人間ですよ。何度も何度もね。目には目を、歯には歯を、俺は当然の報いを与えてやったまでです。もちろんネレ島に送る連中にも叱るべき報いを与えます。なんでお前はそこまでヤクザを憎む？調べはついてるんでしょ。俺の母は氷川興産組長の娘、氷川百合子。そして父はお察しの通り荒川真澄です。氷川組長の意向とは関係なく、母は荒川に惚れていました。一方で母は荒川に意中の女がいることにも気づいていた。だからこそ荒川と結ばれたことに喜びと同時に強い罪悪感を抱えていました。それでも子供ができれば荒川も情が移って心変わりするのでは。そんなことを期待していたようで。そしてお前を見ごもった？ええ。だが妊娠が発覚する前に氷川は荒川の逆鱗に触れ、組は壊滅。母はもともと体が弱くてね、俺を産んだ後女で一つの育児に疲弊して大病を患った。ヤクザの絆は血よりも濃いなんて綺麗事を抜かしていた子分連中は、そんな母のことなど見向きもしなかった。氷川が死んで組が潰れたら、さっさと別の組に鞍替えしていきましたよ。なのに。どうか組のみんなもお父さんも恨まないであげてね。そう言って母は死にました。救いようのないバカだ。愛する男に裏切られ、父親にすら利用され、家族と嘘吹く連中には見捨てられたというのに。ならこの人が受けた報いは俺が返すしかないじゃないですか。そしてお前は全てのヤクザへの復讐を目指した。ええ。だがさっき自分で言っていたな、自分の野望は
最初から破綻してると。そりゃそうでしょう。どうやるってんです。全てのヤクザに復讐するなんて。一人ずつ殺して回ります。それができれば最高だったんですがね。だから俺のやってきたことは全て事前策なんですよ。妥協案と言ってもいい。ただ本当に長い道のりでした。最初は警察としてヤクザ根絶を目指しました。だが大解散に先手を打たれ、肝心のヤクザがチリチリになってしまった。それだけじゃない。解散の混乱の中、よりにもよって荒川真澄が死んでしまった。あの時は本当に本当にがっくりきましたよ。あの男だけは俺が殺すつもりだったのに。荒川真澄、ヤクザの世界じゃ随分評価されているようですが、俺から言わせれば母を見捨てたクズ野郎だ。春日一番のやつへの進歩っぷりを見ると本当にヘドが出るんだよ。春日の猛進ぶりはブライスにいいように利用されるパネカラ信者と大差ないんですよ。なんてこと。とこのようにまず荒川抹殺の夢が絶たれます。立ち直るまでは時間かかりましたが、俺は次のことを考えることにしました。大解散で野に放たれた元棒たちのことです。ヤクザとして散々他人を食い物にした挙句、やっぱり真面目に生きます。そんなことは俺が絶対に許さない。そして思いついた。チリチリになったというならまた集めればいいってね。だから東条会と近江連合亡き後の大看板清流会を利用した。連中を集める餌は何でもいい。極道復興でもいいし、快適な社会復帰でもいい。案の定連中はうじゃうじゃと集まってきましたよ。佐藤に釣られて寄ってくるアリそっくりで。隠れて何度腹を抱えて笑ったことが。さてこいつらをどう料理してやろうかと思案していた頃、ブライスの核廃棄物処理のビジネスの話を持ってきたのがエイジでした。その段階ではネレ島という場と富士宮海運という足までは揃っていたが、人の供給源が見つかっていなかった。ただでさえ放射性物質を扱うわけですから、それも当然と言えます。しかし俺にはとても都合が良かった。清流会にかき集めた連中の実にいい使い道が見つかった。そう確信しましたよ。廃棄物の運搬、荷上げ人足として利用するだけじゃない。ネレ島という巨大なブラックボックスがあれば、そこで連中に何をしようと逃れる術もなければ、外部に漏れる気遣いもない。何をしようともね。俺にとってネレ島は実に都合のいい、連中を突き落とすアリ地獄の穴だったというわけです。エイジというのは本当に使えるやつで、ネレ島の話を持ってきただけじゃない。言ってませんでしたよね、星野竜兵殺害の真相をつかんだのもエイジなんですよ。なんだって。
エイジはブリーチジャパンにおいて青木亮、荒川雅人に近い位置にいましたからね。荒川雅人が星野暗殺の指令を沢城とは別の人物にも下していたことを掴んでいたんです。その材料があったおかげで沢城を青龍会に引っ張り出すことに成功した。それに彼が支配下に置いてるタタラチャンネルも大いに活用できた。そういうことです。さあ説明はこんなところです。なんとも皮肉だとは思いませんか。荒川真澄が残した二人の息子、その片方は荒川を男の中の男と崇めたたえ、もう片方は母の敵と激しく憎んだ。そして片方は元坊の社会復帰に勤しみ、もう片方は元坊をヤクザの因果に絡め取ろうと奔走した。実に対照的じゃないですか。確かに対照的ね、エビナ。ついでにもう一つ対照的なことがあるから教えてあげようか。ほう。あんたはネレ島での核廃棄ビジネスを元坊復讐の妥協案って言ったよね。花からヤクザ全部への復讐なんて無理だって。一番は違うよ、あのバカはね。本気で一人残らず元坊を社会復帰させようとしてた。ハロワで毎日毎日一人一人と全力で向き合ってね。今のセリフ一番に聞かせてやりたかったな。知ったらぶっ飛ばすよ。エビナ、お前の怒りを俺は否定できない。俺にその権利はない。時代こそ違えど、俺はかつて東城会四代目としてヤクザの在り方を変えられる立場にいた。なのに俺はそれをしなかった。桐生さん、だからといってこのままお前の暴走を見過ごすわけにはいかない。お前を止めることが俺のできる最後のけじめだ。ヤクザって存在の罪、その全部を俺が引き受ける。大きく出ましたね。ったく、桐生さんもう忘れた？あんたは抱え込みすぎだって。まったくだよ。さ、みんなで終わらせよう。うん、だね。なら始めましょうか。桐生一馬という男の終着点として、このミレニアムタワーはこれ以上ない舞台でしょう。ああ、俺もそう思っていた。行くぞ、桐生一馬！来い、エビナ！できねえぞ。桐
綺麗事を並べても所詮ヤクザ、ただのクズの集まりだろう。調子がいいぞ、私肩をつけよう。やるか。一発で決めよう。当然だ。ほれほれ、出番が来たな。一緒やりますか。よし、二人でやりゃ火力二倍だ。俺の番、あれやっちゃう。やるか。とっておきの技味わってもらう。調子出てきたぞ。終わらせる。スーパーレイヤーデリア。セイクスデリア。オーレ。セイクスオーレ。デリア。デリア。オーレ。スーパーデリア。力の差を見せてやる。仕留める。しつけの時間、死ねえ。無様ですね。さてと、死にたいようだな。容赦しないぞ、見さらせ。おいしくなれよ。目立っちゃおうかな。相手してやる。くらいなよ。だーぜ。この程度でけじめがつくとはまさか思ってない。手加減はなしだ。デリバリー頼むぜ。やるぜ。あれ、おかしい。おおか。畜生、あいやっちまった。だ、伊達さん、操縦が効きません。しゃらせ、突っ込め。任務完了。計算通りだぞ。調子出てきたぞ。悪く思うなよ。覚悟できてる。そろそろ終わりにしましょうか。かますで。え？必殺！だ！ふっほふっほ！止まらん。引導を渡してやる。ダーンとかますよ。どうした？うん。しのげるかな。うん。はっ。せや。おお。あ。手加減はなしだ。この手させろ。本日はご来店いただきまことにありがとうございます。ご指名ありがとう。
君の瞳に乾杯。竜也です。お近づきの印、綺麗な顔ですね。おい、俺を見ろ。今夜はずっと一緒ですよ。お前は俺のものだ。はい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 、エクスタシー。それではとどめの3、2、1、よっしゃ。またのご来店をお待ちしています。調子出てきたぞ。こいつは重いぞ。おいしくなるよ。ヤクザごときが絆だのけじめだの、虫図が走る。容赦しないぞ。見さらせ。うん、はっ。うわっ。手加減はなしだ。さてさ、悪く思うな。加減できねえぞ。止まらん。感知した。調子がいいぞ、私は。脇が甘いな。頑固な汚れも。目立っちゃおうかな。嫌いなよ。かますぜ。必殺。さん、できたんだ。あんたらはいくら引退しようが解散しようが元の鞘に戻ってくる。ヤクザだったという自分を完全に否定することができないんだ。口じゃ悪い悪いと言いながら自分たちを正当化する。偉いヤクザもほど耳障りの良い未来を語り、戦う理由を探し続ける。俺を生かしておいたら
また何をしでかすか分かりませんよ。一度頓挫したとしても人類が生み出してしまったゴミを捨てるという計画は誰かがやらなきゃならない。この国の権力者たちは俺にそれを期待していた。俺をここでやらなきゃ人類を救うためにヤクザを再利用するという未来は変わらない。ヤクザを本当にこの国の権力と決別させるには今ここで決断するしかないんだよ。光と闇の間で生きるこの俺をこの世から消し去るしかないんだ。分かってんのか桐生一馬。海老名、俺が言えた立場じゃないことは百も承知で言う。お前が荒川を恨み氷川を恨みヤクザ全てを恨むのはわかる。だが俺やあいつらに償うチャンスをくれねえか。そのためには生きなきゃなんねえ。どんなクズでも生きることでしか人はやり直せねえんだ。俺たちは生きなきゃなんねえ。白でも黒でもない灰色の道を。だから海老名頼む。お前も生きてやり直してくれ。あいつらを殺さないでやってくれ。頼む。俺が謝るから。そんなんじゃ許されねえことは分かっちゃえるが、俺が謝るから。すんなかった。キリュウさん。キリュウさん、しっかりして。キリュウさん、キリュウさん、キリュウさん、迷惑んかい。キリュウ、キリュウちゃん、死ぬな、死ぬな、キリュウ。よ、久しぶりだな、エイちゃん。カスが、世間様は勝手なもんで、今度はエイちゃんに血眼だ。立場が逆になっちまったな。なんでここが。外の様子知らねえのか。野獣までごった返してるぜ。まあこの部屋だってことは連中も嗅ぎつけちゃいねえみたいだけどな。俺はちょいと警察の力借りてな、おめえがここにいるって分かったんだ。何をしに来た。
ヤジウマだけじゃねえ。おめえはこれから全国のヤクザから的にかけられることになる。エビナと組んでヤクザ全体をはめようとしたんだからな。何をしに来たって言ってんだ。出頭しよう、エイちゃん。俺もついてくからよ。あ？このまま一人で逃げ切れるわけがねえ。遠からず殺されちまう。何よりもおめえにちゃんと罪を償ってほしい。ちゃんとお勤めを終えてまたハワイ行こうや。お前はいつまで友達ごっこしてんだ。ごっこじゃねえんだって。俺はエイちゃん、おめえのことをダチだと思ってる。できりゃエイちゃんにもそう思ってもらえると嬉しいんだがよ。なんでそう思える。これだけの目に遭っておいてしょうがねえじゃねえか。おめえと一緒にハワイをブラブラしてうまい飯食ってどうでもいい話してあれが楽しかったんだからよ。エイちゃんの事情が分かって手痛い目にあってもよ、それをなかったことにはできねえんだ俺は。エイちゃん、おめえのしでかした子だ。逃げ回ったってなかったことにはできねえ。たとえお勤めを終えたってなかったことにはできねえ。でもやり直すことはできるはずなんだ。それまでの罪を全部背負った上でもう一度前向いて歩いていいんだよ。人生を本気でやり直してって思うならきっとできるんだよ。かすか。だからよエイちゃん、おめえが人生やり直してって思うなら俺と一緒に行こうぜ。俺はずっとおめえが出てくるの待ってるからよ。何年でも何十年でも絶対に。よそんな言葉誰が信じるってんだ。でも本当に待っててくれるんだろうな。あんたはずっとそうだった。あんたみたいな人が本当にいるなんてな。ってよく言われるよ。バカか。俺の方がよっぽどバカだ。警察ってのはこのまま行けばいいのかな。身分証なくしちゃっててさ。ああ大丈夫だ。人には慣れてんだい。任せとけ。なんだよそれ。怪我してんのか。ここに来るまでにもいろいろ追われて本当に足が不自由になるって。天罰ってやつかな。罰が当たったって思えるならエイちゃんは大丈夫だ。え？そう思うのはまずいことをしたって気持ちがてめえん中にあるからだろ。ならきっと償えるしやり直せる。ほら肩貸すからよ。
じゃねえか。それが何だってんだい。大事なのはいつだっててめえの心の中にある。ただそれでも迷ったり悩んだ時はさ、俺を呼んでくれや。話聞くぜ。それがダチってもんだろ。Thank you.
じゃあしばしのお別れだな。ええ、本当にありがとうございました春日さん。ああ、じゃあな、エイちゃん。はい、それでは。エイちゃん、ボンボヤージだぜ、ボンボヤージュ。意味わかってます。はい、ボンボヤージュ一番。飯でも食うか。1ヶ月も経つか、早いもんだな。エビナもエイジもブライスも世間の話題からすっかり姿を消したの。で、今のトレンドは？民事党議員の不倫問題で持ちきりだ。なんだかな。まあ、世間のそういうとこ俺たち利用したこともあるわけだし、あんまり文句も言えないね。いいじゃないですか、世間がどうのこうのなんて。私たちが忘れなければそれでいいんです。それにしてもよ、エビナのやつなんで沢城を生かしてたんだろうな。あんだけヤクザを嫌ってたのによ。そうだな。なんだろうね、あいつ言ってたじゃない、自分の野望は花から破綻してたって。ああ、でもやるしかなかった。もしかするとあいつは誰かにこんな生き方を止めてほしかったのかもしれない。そんで大変だったなって、でももう大丈夫だって言ってほしかっただけなのかもしれないよ。俺も割と生き方を最初から決められてた側の人間だからさ、なんとなくエビナの気持ちわからなくもないんだよね。こう生きなきゃいけないと、こう生きたいがごっちゃになって自分を見失ったまま突っ走る人生ってやつ。ふん、沢城が思いのほかしぶとかっただけかもしれないぞ。一番説得力あるね。まあ、エビナのことはやつ自身にしかわからんさ。それにまだ何にも終わっちゃいねえんだ。ラニちゃんはこれからが大変だろうな。あんな小さい子が次期教祖様か、荷が重すぎやしねえか。ラニ自身が決めたことだ。教団の立て直しはあの養護施設を守ることでもあるだろうからな。だな。それに茜さんがついてくれてる。実は俺もよ、ハワイ帰ったらちょいと手伝いするんだ。ああ、そうなんだ。パレカナには何度も炊き出しで世話になったからな。ささやかながらの恩返しだ。ブライスがどうあれ、パレカナに救われたのは俺だけじゃねえ。ハワイはホームレスだらけだからな。助けがいる奴らのためにも今が踏ん張り時よ。おい富澤、お前なんか大人になったな。なんだよそれ。それに俺なんか大したことねえって。ラニもそうだけどよ、千歳にはかなわねえよ。彼女も茨の道を選びましたね。自ら不正を告発した富士宮グループの会長を背負って立つとは。あんなに家のこと嫌ってたのにな。だな、
でもよ、少しあいつの気持ちもわかるんだよ。一番といるとさ、なんつうか俺も頑張んなきゃって気持ちになってくんだよな。別に一番は他人にああしろこうしろ言うやつじゃねえのにさ。ああ、わかるそれ。俺たちもそうだったよな。そういう男なんだな、あいつは。さて、そんな春日一番くんはいい加減踏ん切りついたのかな。はあ、なんだ、あいつまだうじうじしてんのか。ビールがぬるくなっちまうぞ。一番、私もう戻っていい？あ、悪い、さっちゃん、今最終確認中でよ。もうちょいだけ待ってくれねえか。うじうじしてないで男見せろ、春日一番。ほう、そうだよな。ほう、待たせてすまねえ、さっちゃん。改めて言いてえことがあるんだ。さっちゃん、俺去年のさっちゃんを怒らせちまったこと、あれからずっと考えてた。最初はさっちゃんの気持ちも考えねえで手前勝手なことばかり言ってたのがいけなかったんじゃねえかって思ってた。あ、いや、実際それも最悪だったんだけど、根本はそこじゃねえってようやく分かったんだ。俺、どんな気持ちとか言葉とかより何よりもまず最初に伝えなきゃいけねえことをすっ飛ばしてたんだ。そのことに1年かかってやっと分かった。さっちゃん、改めて俺の気持ち言わせてください。さっちゃん、好きです。愛しています。聞けた。気づくの遅いって。本当、いや本当ごめんな。うん、私こそごめんね、ずっと無視して。あ、じゃあおあいこだな。うん、おあいこ。本当、ずいぶん待たせちまったな。でもここからは春日一番全力で挽回するからよ。実はこの日のためにとっておきを用意したんだ。え、何何？驚くなよ。こいつだ。え、どうだい、これさっちゃんへの愛を言葉だけじゃねえ、文字にして表現してみたんだ。もちろんさっちゃんのも用意してやる。一緒にこいつ来てさ、横浜を練り歩こうじゃねえか。二人の愛の旅路をよ。 あれ、さ、ダメだこれ、バカは死ななきゃ治らねえ。まったくだ。けどよ、バカなやつほど諦めが悪いんだ。しぶとく生きるぜ、ああいうやつはよ。ちょっと待ってくれよ、さっちゃん。待って、さっちゃん。
母さん、なんでおじいちゃんいないの？大丈夫だよ、ハルト。おじいちゃんは帰ってきたんだよ。やっとね。はい、11時から放射線治療ご予約の入院患者さんですね。お名前、フルネームで教えていただけますか？桐生一馬だ。プレイステーション。